皆さんこんにちは、ジョコンです。ということで今回もユフトボール2023情報を紹介していきます。またね、中国バージョンのね、ユフトボールの情報をねくれる方がいるんですけども、今回はね、そちら紹介していきます。画像をね、ひとまとめにしてくれてますね。中国の、ユフトボール中国版には、ガチャがね、なんか他のものが来ているという話ですね。まずは2種類来てるんですかね、これ。もう左と右っていう感じなんですけど、左側にはエピックロビーキンデコとか、これは無料配布されたものも入ってますね。そしてインテルのカンビアストが入ってきてて、ラウタロビッグタイムですね、それらがいるようなガチャが来ていて、10連ガチャあるけど100コインマイナスって中国版ってされてないんだ。そして右側はデルピ、これジーコはレジェンダリーかな、でギグス入ってて、そしてマイコンのエピックが入ってるって感じですね。こちらも10連ガチャはあるっぽいですけど、100円引かれてませんね。はい、一足先にエピックインテルの方がね、登場しているらしいです。なぜ中国をね、先にしたんでしょうか。カンビアストの上限が31、マイコンが33らしいので、そちらをもとに、おそらくね、日本でも今後来ると思うんで、どれぐらいのね、能力になるのか見ていきましょう。お、カンビアストはメモリアルセレブレーションついてますね。はい、マイコン33って、そのうち96なんだけど、サイドバックで割と高いぞ、これは。はい、これお任せ育成です。まあ、ちょっとね、守備系の能力っていうのは初期値結構低いんで、がっつり上げてあげないといけないんですけど、まあ、33の、上限あれば、守備系身体能力っていうものはすごいいい能力できますよね。身長も184ありますし、まあ、逆足低いとかあるから、前線に上げない方が輝けそうですけどね。あ、ポイント1上がってる。ね、足元に振ってみましょう。あ、逆に守備系スキルがないのか。まあ、結構守備系スキルをねがっつりつけられるなら、面白い存在にはなりうるかなと思うマイコンでした。さあ、ビッグタイムのね、カンビアスを30上限ということで、お任せ育成するとこんな感じで総合値は96になるようです。はい、守備的なミッドフィルダーだと思うんですけど、ディフェンスがっつり上げると90のね数値なんかは簡単に作ることできるんですけど、スピード瞬発ですかね、そんなに高くないんで、そこポイント使うこと考えたらこんなに守備は上げてらんないですね。まあ、90近くまで持ってくるようなイメージで、あとはスピードとかを上げるみたいな方が良さげかな。まあ、といっても8振ってのね72-3だとスピードはそこそこって感じは変わらないですね。ポイント1余ってるんでね、パスに振っておきましょう。まあ、ハードプレスであれば、まあ、身長もねこの手のタイプ、まあ、カンテとかマケレレよりもちょっと高いですし、フィジカルもねある程度あるんで、がっつりボールをね、取り込むみたいなことはできそうですかね。まあ、ビエラに勝てるかがね正直ポイントなんですけど、スキルはこんな感じ、ワンシューあるんだね、素晴らしい。マンマークインターセプト持ってるんで、ブロッカーとか、その辺も追加できたら良くなるんじゃないでしょうか。はい、一足先にね、中国版来てるようですが、まあ、日本は多分この形で来ないとは思うんですけど、近々やってくるかもしれません。ぜひね、インテルのね、ガチャを引こうと思っている方はこの辺もチェックしておきましょう。こちらのチャンネル、リフトボール情報をぜひ紹介します。チャンネル登録しながら、ぜひチャンネル登録お願いします。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。